今後もし何らかの事情で、はい、春日さんか若林さんかどちらかお休みだってなった場合に、はい、その代役はどなたがいいとかってありますか？うん、はい、あ、自分たちの、はい、あ、代役ね、どうだろうな。例えば春日さんがお休みの時に、はい、若林さんとしてこの人が来てくれたら嬉しいなとか、はい、ああ、なるほど。まあだからこの番組そのトーンっていうか、うん、テイストがあるから、やっぱ春日的なその動き、うん、春日的な仕事ができる人って言ったら、うん、ハイハイの岩崎さんしかいない。いや、ちょっと待ってくれよどう考えても下だろうが。私よりも下だろう。それは事務所の先輩なのよ。いや、まあ確かにね、先輩ではあるけども、ね、絶対的に大丈夫大丈夫。あ、そう、うん、逆に春日さんから見て、うん、若林さんの代わりに来てほしい人っていますか？誰だろう。でもだからそのゼヒラと絡むということじゃない、メインが。はいはい、そうですよ。そこをだからうまくね、うん、絡める人じゃないと、うん、やっぱ難しいわけじゃない、うん、まずその最低、最低とか仕事があるからね、条件として、はいはい、そうなってくると誰だろうな。そうなってくるとやっぱアンミカさんになってくるんですよ。だめちゃくちゃリアクションいいと思うのよ。いや、ほんまにみたいな感じですごいとんでもないから見てみたいってのもあるしね。アンミカさんとゼヒラの絡み。あ、どっちかというとゼヒラの方だな。ゼヒラじゃないだろうよ。変わった一般人扱いするなよ。